ホリケンサイズ、ホリケンストライク。ホリケンサイズストライクでした。さあ、じゃあでした、はい、こちら情報キーズ食べてる、食べてるなはい、はい、さあ、今日は何をするかと言いますと、何ですか、話初めての蒙古タンメン仲間と、あ、これだ、はい、やってみました、はい、ね、蒙古タンメン仲間と、これは上板橋本店、本店ですですか、はいはいはい、やってきました。なんか俺はね、よくね、あの仲間と大好きでよく来るんですけど、はい、なんか原西は食べたことないと。ないですね。ぴったり、ぜひともこの蒙古タンメン中本のラーメンを原西に味わってほしいということで連れてきたのよ。いや、それ美味しい、連れてきたのよ本当に。いやいや、美味しく食べれるんだろ、これ全然食べれますけど。美味しいから連れてきたんですよ。あ、そうですか、ありがとうございます、いただきますよ。じゃあ、はい、食べに行きましょうか。行きましょうか、行きましょう、はい。さあ、来ましたよ、お店の前に。はい、よー、名前聞きますけどね。そうなんですよ、はい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 、はい、名前よく聞きますけど。じゃあ、行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう、はい、お客様ご来店です。ありがとうございます。はい、ご来店いたしまして。偉そうやなはい、これいきます。北極ラーメン、北極ラーメン、ね、はい、あ、すいません、お邪魔します。はい、どうぞ、よろしくお願いします。出ました。あ、どうも、ほら、よろしくお願いします。どうも、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 社長、社長、社長さん、すいません、ちょっとお世話になりますね。あ、もう、どうぞ、お伝えさせてもらって。あ、そうですか、はい、はい、ということで、これでお願いしていいですか、すいません、はい、いきなり北極行きます。いきなり北極行きますって言ってるのうちの中でだって一番何ですか、飛び抜けて辛いやつ。辛い、辛い、飛び抜けて、まあ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 、え、マックスですか、マックスに辛い、これマックスで、初めてのお客さんにはこれはね、逆に言うと外してもらうんですよ。それあんま詳しく言わないで。いや、もういいですよ、すいません。で、ビビっちゃうんで。でもね、やっぱりほら、やっぱり芸人なんで、ちょっとね、やっぱりリアクションが、やっぱりね、おいしく食べたいのよ。いや、おいしいのよ、蒙古タンメン中本全部おいしい。で、まあ、ちょっと辛みが乗っかるなっていう感じですから。え、普通にその北極っていうのも普通に一般の方も食べてはるんですよね。食べてますよ、ちょっと。そうよ、美味しく食べてはるんですよ。あ、もうそれなんだろう、一番ね、ファンが多いんです。そう、おー、なるほど。せっかくなら醍醐味よ。はい、ちなみに俺は食べたことないです。なんで？もうそういうことなんですよね。ええ、いや、まあいいですよ。あの、結構ね、YouTube で、僕らの YouTube で、辛いものに挑戦やってるんで、やってるんで、ね、大丈夫やね。いや、言いますよ。お願いします。はい、じゃあ、お客一丁入ったんで、よろしく。入っちゃってるやん。はいよー。いや、クリアしてきてるやん。入っちゃったっていうところがね、いいじゃないですか。ね、でも社長は食べるんですか。いや、もちろん食べる。社長食べれるもん。社長、ちなみにおいくつ。ほら、62じゃん、お前。10歳上や。それでも、北極。完食できるってね。俺もな、初めて北極食べた時はどうでした。頭爆発するわ。頭爆発する。ちょっといいですか初めて食べた時に頭爆発したんですよね。しました。俺今日初めてなんですよ。爆発しますよ。なんだこりゃーって僕は爆発しますよ。いや、俺爆発する。見せようよ、頭爆発するとか話、うん、ええ、見せられるか、そんなもん。ちょっとじゃあ、はい、お願いします。お願いします。ちょっと普通に味わいたかったな。初よ、初飲んだ。いや、蒙古タンメンですよ、俺。なんか、徐々に徐々に慣れていくっていうのはどうなの、それ。いつ死ぬかわからんやん。いや、だからね、段階踏んでるうちにな、死ぬかもしれんやん。辛さの段階。それでいいよ、別に。たとえそうやとしても、それでいいよ。い、北極にたどり着くまでに死んだら、お前、心残りやろ。いや、美味しく食べたい。美味しいねんて。辛いだけじゃないのよ、辛いの。その後に、うまっ、うまさが追い越せる、追い越してくるのよ。初めは辛いと思うよ。でもこのこう、まずこうね、辛いのがこうバッてくるのよ、はい、そっからこうね、こうこう来て、こうずっと後ろついてて、うまっと。いや、そうなるならいいですよ。スリップストリームのよ、はい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 、いや、そうなるならね。あらにさ、はい、この年になってさ、はい、刺激ないでしょ、人生に。正直
そんな刺激ないやん。まあそりゃそうですよ、経験したことばっかりやるんでね、今まで刺激をね、味わうことなんて少なくなってくるやん。なってきます、そりゃそうですよ。ここ中本味わってちょうだい、かなりの刺激よって話です。いや、あのごめんなさい、いいですか、食べたことないですよね。はい、ちょっと話試してほしいなっていうのがあるんですけど。来た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 、はい、お待ちどうさまです。ありがとうございます。はい、こちらもあります。はい、じゃあ失礼します。はい、どうぞ。お水来た。お水を。はい、いや違う違う違う、一緒にしてないね。まあまあ、その量ですよね。染み込んだやつがスープがわけないやろ、すごい染め方やろ。さあ、初めての、はい、蒙古タンメン中本北極、いただきます。はい、はい、どうぞ。すす、お、すすってるね。嘘やん。だすするからや。え、すすとダメなの？すする以外にどういう食べ方があるの？だからこう口に持ってるっていう感じか、こうこう、ね、こう引き上げていくみたいな、こう食べるって感じだ、食べるって感じやわ。そう、引き上げる引き上げる、そう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 、上手上手上手。そう、すすすすった、すすらない、すすらない。あれ、だいぶマシやぞ。で、俺いけるかもしれない。え、俺生まれてきたかもしれん。生まれてきた。本当っすか？はい。え、大丈夫、辛いんやろ。辛いけど大丈夫、食べ方さえ間違えなければ。すごい、すごくないですか。すごいっすよ。やるでしょ、うん、最初原口のこと小馬鹿にしてましたね。してないやん。無理や無理や言うて見てましたやん。どうなんすか、どう、すごいっしょ、うちの相方。いや、すごい。ちょっと俺もちょっとだけ食べさせて。普通に食べてるから。うん、え、どうですか。ちょっと待って、俺も食べたい。うまい。めちゃめちゃ辛いですよ。そうですね。俺こんなに辛いの強いのかもしれん、実は。いける、お前それ。うん、すごくない、こいつ。いけるわ、すごいっすよ。ちょっとじゃあスープもね、はい、レンゲで一口。あれにスープ、そう、スープいただきよ。飲んでもらってもらえないけどね。だけは厳しいなこれ。麺に絡めてね、うん、なんで飲ましたのじゃ。あ、スープだけはちょっとこう、もう老けてる、もう老けてる。旨味どう、旨味。いや、もううまいもん今これ。え、もう俺うまい、うまいっす、慣れてきて。はい。いや、そこないやねんそれ。なあ、なんなのその振られ方、これから。すすらずに上に上げる方法知らないんですよ。おお、すごい。すごいな。あ、でも食べれた。食べれました、俺。これで終わりです。待って、これはね、もう、ね、うちの方でも称えますわ。うわ。出てこい、何か外に出られた。え、なんか、え、なんか、完食。え、はい、原西さんから北極完食いただきました。おめでとうございます。ランニングオベーション、みんな祈ってくれんの。すごいことだ。おつゆもうちょっといってみますか。おつゆもいけるんですよ。おつゆいけますよ。おつゆもいけるんですよ、この原西はね。ほら、おつゆだけはちょっと厳しいです。やりました、拍手。こっちも行きましたよ。はい、拍手。すごいよ。すごいから。しんどいよ、もっと叩いてあげてほしいね。しんどいよそれは。ただね、うちもほら北極っていうのは一番辛いけど、はい、味噌タンメン、蒙古タンメン、北極っていう順番あるんで、はい、また今度はこの辛くなくてちょっとちょっぴりの、はい、いろんな種類あるのよ。戻すことはできますもんね。僕はちなみに、味噌タンメンいただいてますね。何からですか。あれがね、3から。3から。これはこれがもう9からです。9から。はい、やりました。初めての蒙古タンメン中本、ごちそうさまでした。完食でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。藤本さん食べたりとかはしなくて大丈夫ですね。食べたよ俺、食べたよ。なんかせっかくなら。そうやな。はい。え、どういうこと。藤本さんも北極
で補強俺無理やって俺味噌タンメン食べるわ。じゃあお食事や誰お食事みたいの味噌タンメン食べてるから俺お前お食事見てないね別に。いやちょっと待っていけるかな。いやだって俺も今日これ食べるまで無理だと思ったけどいけるからなあ。でも意外に正直な話が食べてるの見たらあれ俺もいけんちゃうかと思った。そうだよ、うん、そうやね。初北極、はい、どうもちねー。はい、どうもちねー。こちらも北極になります。来たよ初めての。さあ行きましょう。これを、まあ、分かってるからね食べ方もね。そうそうすすらないね。そうもぐ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 すね。そういうこと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 ですわ。そういうことですわ。どうですか。辛いっすよ。辛いっすよ。思ってる前に次行かない。思ってる考える前に次行こう。こうしないともう入ってこないよ。なんで北極なんですか俺ネーミング。あの、ね、寒い地方の人ってあの辛いもん食うじゃないですか。だから辛いもんね。先代の親さんがこう北の方で北極って北の頂点なんやそれ。ごめんごめん、ちょっと感覚が何やそれって感覚がちょっとおかしなってる。そう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 、そういうことそういうことそういうこと。でも、ほんまにそう、すすらんかっていけるやろ。すすらんかったらね、すすらずに食べてるけど、うん、やっぱでもどうしてもちょっとすすってまうやん。ちょっとね、そん時めちゃめちゃ辛いの襲ってくるやん。そうです、だからもうこれは食べ方を覚えないと、食べ方を学習しないと。はい、よし。でもいけてる方やほんまに苦手やからな、これな。めちゃくちゃ苦手やからもうめちゃくちゃ苦手ですから。行ってます行ってます行ってますよ行ってますよ。はぁ、あ、静かにしようっていいですか最後。どこ見てなんでリア見つけてる。得意な人はすすって食べてるんですかこれ。あもう全然無せずに無せずに、ね、マジで。でもいけそう。あでもほんまにもう終盤です。あと2口ですよ。あと2口。いやそれはこっちのはさじ加減なんでやめてもらっていいですか。いやいやさあそれで終わりしましょう。ガッと行きましょう。はい、よし。さあ行きました。どういうことどういうこと。入った。行きました。おい、はい、皆さん集合、はい、集合してください。はい、藤本さんの北極完食いただきました。ありがとうございます。よいしょ。藤本藤本藤本それはですねそこまででもない。そこまでない。というわけでというわけでやりましたね北極コンビ2人とも初挑戦で、はい、勝ち抜きました。完食でございました。はい。よいしょ。よいしょ。チャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。